佐古水ズ、ね・ヒサツネ、サコミズ・ヒサツネ、サコ1902年、明治35年8月5日から1977年、昭和52年7月25日は、日本の大倉官僚、弁護士、政治家。一回は肖像くらい。君党は、君一党。いわゆる、極音放送を起草した人物の一人として知られる。内閣書記官庁、第51代。 総合計画局長官、貴族院議員、衆議院、議員、2期、参議院、議員、4期、経済企画長長官、第9.10代、郵政大臣、第17代、鹿児島工業短期大学学長、初代などを歴任した。東京府立、第1中学校、第1高等学校、東京帝国大学を経て、大倉省入賞。 知政の底水とも言われ当時を代表する高級官僚の一人であり、また企画院への出向を通して、統制経済への策定にも、関はた、当時の革新官僚を代表する人物の一人でも、ある。企画院時代には、ケサト・エー・オト・ミノベ・ヨウジとともに、企画院三バ・ガラスと呼ばれた。1933年、青木和夫国庫課長のも 交付税務所長から引き抜かれ、外国為替管理法案策定に携わり、同法は1933年5月1日に施行された。1936年、岡田内閣内閣総理大臣秘書官在任中、2.26事件に遭遇し、同僚らと共に、岡田首相の救出に奔走、成功した。また、終戦時の鈴木貫太郎内閣の 内閣初期官庁として、終戦工作の一翼を追い、さらに、終戦証書の起草に尽力した。42歳で就任した内閣初期官庁は、最年少記録であった。戦後は、右翼の三浦義和と共に、日本近銀運営会の利権を握る。公職追放期間中は弁護士として、政権を立て、その後衆議院議員、参議院議員を務め、 自由民主党参議院幹事長などを歴任。1971年、昭和46年、鍋島直明新谷寅三郎らと共に、半重総有造グループ、桜井のメンバーとして、河野健造参議院議長の実現に動く。また、財団法人日本盲導犬協会の初代理事長も、務めた。議系である、岡田貞友とも海軍中佐が、 海軍航空機墜落事故で殉職したことが微妙に影響してか、ザコミズは大の飛行機嫌いとして知られ、東京都自身の選挙区の鹿児島との往復には必ず列車で移動し決して引きを利用しなかったとのことである。終戦当時の改装は2.26事件当時の話と合わせて1964年に著書、機関重課の首相官邸に発表したほか、 内外のドキュメンタリー番組や公開講演でたびたび行った国立国会図書館東京本館に2.26事件終戦当時を証言したザコミズのインタビューの録音テープが保存公開されているインタビュー当時は2.26事件や宮城事件の関係者が存命していたで関係者の迷惑にならないように30年後に公開することを条件にインタビューと その録音に応じた2.26事件の当日の状況、様子を鮮明に伝えた貴重な資料となっている。娘によると、佐古水は晩年に機関住家の首相官邸を新たな内容を加えて開校する構想を抱いており、そのために準備も進めて75歳で正解を退く予定でいたが、実現を見ずに74歳で病没した。 広格家としても知られており、公職追放中の1948年から、同じ鹿児島出身の鶴上根戸をる率いる、伊豆津部屋の講演会会長を務めていたこともある。会長になった、当時の伊豆津部屋は、関取の数が少なく、面倒を見るようになって、見込みの薄いものは次々と故郷に返し続ける、こととした坂水は、幕下でうろうろしていてパッとしない、部屋頭の鶴麗山。 後鶴上根明夫の処遇を支援していたところ、部屋付きの鉱山が必ず土地二きでも任す男になりますから、もう少し面倒を見てやってくださいと頭を下げたことにより、多少半信半疑のところがあったようだが、鶴麗さんの現役続行が決まった。後、鶴麗さん改め鶴上根は、実際に土地二きから4個の金星を奪う実力者となった。1961年には雑誌。 相撲の企画で、当時大関の柏戸強氏と対談。柏戸に対しては、自身が最年少で、初期官庁になっていずれは最年少の大臣かと思っていたところに、公職追放、浪人生活があったことを引き合いに出して、史上最年少の横綱を狙う必要はないとし、横綱に推薦しますと言われたら、いや、 私はまだその器ではありませんから、もう一場所大関で取らせていただきますって言うくらいのまあ気持ちでやらなきゃ。なりたい、なりたいと思ったら、必ず焦りが出てくるよと激励している。柏戸ワドの師匠であり、先代、柏戸ワドの柏戸ワド集合のファンでもあった。妻の満亀、1910年、明治43年から2008年、平成20年1月5日は、 岡田圭介、元首相の次女。長男、佐水久志生も元大倉官僚、南九州財務局長、鹿児島新法会長、1932年から2004年10月10日、出会った。また、岡田の二度目の妻カオルは、佐水の父親の妹、つまりおばにあたる。さらに瀬島隆三が、遠籍にあたるとのこと。なお、佐水家は、 戦国時代の武将、島津悪の長男が、坂水と名を改めたことに始まる。終戦をテーマにした映画では、敗戦に揺れる日本人としての涙を抑えながら、実務家として、象徴草案に筆を走らす場面が、見せ場の一つとなっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。